こんにちは、ぷくです。今回はですね、ちょっと前に動画アップしたんですけど、ノースフェイスのアウトレットのお店なんですけどね、結構皆さん見ていただいてて、でしかも男性の方がたくさん見てくださってるのに、全然なんか男性ものを映してないんで申し訳ないなと思って、もう一度お店に戻ってきました。でね、今日はちょっと本当はオープンの時間に行こうかと思ってたんですけど、ちょっと他のお店に回っててね、今もうすぐ12時なんですけど、オープンしてからまだ1時間ぐらいですかね。もう駐車場がいっぱいで、ノースフェイスの駐車場って実際7台ぐらいしかなくって、近くのそのままお店の前まっすぐ行くと、あの公園があるんで、公園の駐車場に今停めました。でね、公園の隣こんなスケボーパークがあって、あ、今自転車が1台入ってったけど、この辺って治安はそこまで良くはないんで、もし夜とか行かれる場合は本当に気をつけて行った方がいいかなと思います。このね、街の雰囲気はこんなね感じで、その中にこう看板があるんで、結構見落としがちなんで、しっかりナビをして来ることをお勧めします。戻ってきました、お店で。こんな感じです。常にいつもここ警察止まってるんですよね。はい、今日はクリアランスが 50% オフ。お店の雰囲気は、まあ、こんな、なんだろう、工場の一角みたいな感じですね。今日は T シャツが2個で30ドル。小物はアディショナル 50% オフだから、この値札から 50% オフですね。すごい、なんかこんな革のグローブ120ドル50% オフだ、60ドルぐらいだ。あ、かわいい、5歳用の子供の手袋。必ず私手袋見てるね。これ29ドルの半額。ルーナンズから行こうかな。結構天井の高い作りになってるんです。女性用の T シャツも2枚で30ドルですね。あ、かわいい、ここに 50% オフって書いてあるけど、こっちには 40% オフって書いてあるから、これは 40% オフになるのかな。ちょっと陳列が変わりましたね。この辺が 39.99。 ロング T シャツ、こちら 24.99。 この色かわいい。終わりますからね、この色だけいっぱいある。重たい、549。これね、550ドルの 40% オフ。あ、これは結構軽い。帽子ももっこもこ、はい、これは大きいね。女性物なのかな、あんまり見ない。これもともと750が562で、アディショナルだから
これの下の562の 40% オフです。これほら、$69。もうでも色がそんなに残ってなさそうですね。これも同じ値段かな、$259だってことは。こちらフリースも 40% オフ、これ$400。これで S サイズなんだ。すごい大きく感じる。シューズ$155の、これは 50% オフになんですね。これ$129の、ここは 40% オフ。前回来た時と大してこう値段は変わってなさそうですね。この辺も多分 40% オフだったと思います。これが 69.99 なので139が、でこっちが 40% オフ。本当だ、ボーイズって書いてある。大きい。これもう大人の女性は普通に着れそうですね。お値段75。これここなのかな。29.99 って書いてある。ちょっと怪しいですね、これは。キッズ$199の 40% オフ。やっぱ変わってるな。こんなのなかったもんね。かわいいねこれ。ちなみに$35。これは何も書いてないな。安くなってんのかな。すごいかわいい。こんなかわいいじゃん。僕こういう色好きだからな。ね。これもキッズ。$220の 40% オフか。かわいい。でも 40% オフだ。$99だってこれの 40%。 メンズ、うわ、どうなんですかこれは。すごい、すごい大きいサイズ。$70の 50% オフの札が出てるんで 50% オフですね。おっと、このロングのダウンジャケット 70% オフですって。すごい、ダウンがめちゃくちゃ入ってる。あ、重たい。これは羽毛布団かぶってるぐらいそうなんですけど、これすごい、これでサイズ$2000。多分これ絶対あったかいやつだわ。メンズのフリース 40% オフ、$119。これも$119。あ、ノースフェイスな。メンズの方が種類いっぱいあるからね。これ XXL、 クマさんみたい。これは$89なんだ。かわいいね。メンズはまだまだフリース続きますね。これもフリース、メンズの
これはね220ドルの 40% オフ。なんかこう袖がこんな感じ。柄物で同じく 40% オフのフリース。あ、でもこの辺はサイズがありそうです。 S と M もあるし、これでね99ドルの 40% オフになりますね。あ、ここにポケットついてる。終わったんでこの辺のダウン行きますか。279の 40% オフ。これはでもね、この色は S と M と XXL あるけど、メンズって意外といろんなサイズちゃんと置いたんだな。結構やっぱ大きい人とかもいっぱいいるからかな。これも M と L と XL ちゃんと揃ってる。これで329。ポケット20、こっちからの違う入り口のポケット、違う入り口。じゃメンズロング T シャツ 29.99、 レディースと同じデザインだ。これはジャスト99ドルだそうです。元のお値段は169。ベスト大きいな。 L サイズでもこんな大きいんだ。お値段が119ドルですね。この色がいっぱい余ってる。日本人の男性 S サイズとかでちょうどいいんじゃないかな。ちなみにこのベストは99ドルの 40% オフ。これはねフードがないジャンパー。値段がね290ドルですね。これなんかすごい良さそう。軽い。350にお値段下がってんじゃないのかな。のプラスこっからまた 40% オフ。これ軽いね。あったかそう。ただサイズと色も全然ない。このやばい、どっちもオレンジだな。こうライトオレンジとが XL で、こっちのオレンジが XS と M しかないですね。でもこれも350。じゃあさっきの切れちゃっただけなのかな。これも350。これは大きいサイズしかなさそう。これはでも S サイズ XS だ。上のタグが L だけどやっぱ小さく見えたもん。これ199ドルから 40% オフになります。これも 40% オフ。99
$29。349円 40% オフ。もうでもかなり中が迷彩柄、ほらかわいいね、こんな感じ。大体この辺 40% オフとか 50% オフがちょっとあるかな。このメンズ中がふわふわの109の 40% オフ、あったかそう。 39.99 キャップもあった。これかわいいじゃんね、これかわいいじゃん。50ドルの半額。これはついね、これ何？ベースキャンプ。メンズちゃんとお伝えしたかちょっと心配なんですけど、そろそろ一旦終わりにしようかなと思います。すいません。また何かここが気になるよとかって言うと言ってもらえたら見に行けると思うんで、ぜひコメントどうよろしくお願いします。そろそろ終わりにしたいと思います。最後はね、このプフのいつも気になっちゃうちっちゃい子用の手袋を見て終わりにしようかな。じゃあね、バイバーイ。